前回は結局モンスターをハントしないまま終わってしまい、集会所を探し、地図を探し、そんなこんなで30分経ってしまいました。今回こそはクエストに行きたいね。ここが自宅か。ルームサービスお供ですね。うん。ああ、この子は働き者だよね。大体何でもやってくれるようになるよね。アイテムボックス。アイテム。うん。そう、このアイテムボックスがね、ちょっとなんか、慣れなくて。いつからですかね、この ZL と ZR で切り替えるってやつね。ちょっと慣れない。まあでも、慣れていかないと。一括補充。うん。で、ここ修練所のね、お供、前回の修練所のお供が自宅まで送ってくれたので、一体ここが、この地図上のどこら辺に位置しているのか、全く分かってないんですけど、うん、ちょっと行ってみますかね。あー、なるほど。うん、ここは自宅か。聖博おにぎり屋。うん、素敵だよ。うん、うん、ちげえし。魚屋カジカちゃん。でかい魚、でかい。どうやって持ってきたん。栗。うん、はい、先輩ハンター羽長さん。うん、はい、はい、わかりました。頑張ります。じゃあちょっとね、クエストに行きたいですね。あ、この人ですよね、日の江さん。うん、お、うつし教官。はい、教官らしいことしたいというたたらびのように熱いご要望に応えまして。あ、そうなんだ、熱いんだ。はい、じゃあうつしさんのクエストに行きますか。特別なクエストが追加されましたよ。うん、参加要請を予約して受注。ZR か A で出発。うん。はい。じゃあ、緊急クエスト受けますか。そうね。うん。うつし君がせっかく用意してくれたんだよね。狩猟の基礎をおさらいしよう。ああ、これ多分、体験版でやったやつかな？うん。うつし教官から教わるやつ。用意してみたよ。待っているぞ。うん。じゃあ、これを受けましょう。はい、受けまーす。ZR クエスト出発ありますね。おお、早い。便利。代謝跡、代謝跡。神話の五病も今は昔、獣の方向を三夜を揺がす。強化育成お覚悟めされよ、めされよ。あれ、音もいない、音もいないね。うつし教官しかいないね。ようこそ。なんか宝塚っぽいんだよな。
やあ、マナ弟子。うん、あえてね。うん、うん、キャンプ、テント。うん、不安ばっかりだよ。支給品ボックス。ああ、これはおなじみのやつですね。うん、変わらないやつ。マップを頼りに来いと。キャンプでできること。支給品ボックス。アイテムボックス。うん。これはいいね。あ、マップ。マップね。マップ大事ですよ。うん。左下のマップ。そう、切断した尻尾などの位置もね、表示されるようになったんですよね。うん。これ便利だよね。うん。L をしている間はマップが拡大表示される。うん。オプションから変更が可能。なるほど。詳細マップを確認することができる。うん。アイコンリスト。はい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 。アイコンリストね。これもワールドにあったかな。うん。まあ、とにかく私、方向音痴なんでね、マップがないと多分、どこへも行けないんで、うん。あ、まあ、瓶はいいかな。ねえ。ほら、もうなんか、すでに後ろに向かって進んでるでしょう。まあ、とにかく方向音痴なんですよね。採取。うん。いい薬草をもらっていく。そうなんですよね。よっしゃいーよいー。あ、石の上にも写しくんがいますね。うん。つわものよ。つわものよ。あ、かけり虫。そういや。うん。かけり虫ね。うんうん。これよ、これ。あー、はいはい。この二つのマークね。あ、これ。え、ZL を押しながら、X、A と、あ、ZR。うん、これがね、ちょっとよくわかってなかったんで。え、鉄柱試技ね。鉄柱試技。うん。あー、使えるかな。とっさにこんなの使えるかな。うん。ZL、X、A! 壁走り。壁も走れるんだ。うん。忍びのものっぽいね。おう。なんかね、私 2D までの人間なんで、こう、3D になってくると、高さが入ってくるともうね、途端にちょっとダメなんですよね。どうなることやら。うん。どうも。あ、体験版の時に出てきた子だ。電光と雷光。うん。ああ、だから、音も来なかったんだ。うんうん。なるほど。はいはい。そう、このね、登場なんですよ。音も絵の登場。これが、私、体験版で、実はできなくて、この A を長く押すって、こう、まあ、よく読むと書いてあるんですけど、この A のところまでしか多分ちゃんと見てなくって、長く押すっていう動作を、見逃してったみたいで、そのお供の前で A をすごいひたすら押してたんですけど、全然乗れなくって、って思って、あれこれバグかなとか、コントローラーおかしいかなってすごい思うぐらい、もうずっと A をね、ひたすら連打してたんですよ。全然乗れなくって、これおかしいと思って、で、Google で、モンハンライズ体験版、犬乗れないとかでググったりとかしてたんですけど、なんかそんなとこでつまずく人はいないのか、全く情報が得られず。やってみよう。でね、今これね、何のことはなく乗れてますけど、この長押しがね、全然分かってなかったんですよ。モンハンライズ体験版、犬乗り方とかすごいググって、もう、あ、ダメだこれ。こんなとこで私つまずいてたら、このゲームもう無理じゃないって、すごい思いました。うん。
でね、もうね、しょうがないから、その体験版の時は、わかんないから、もう、徒歩で、徒歩で、今、ピコンピコン言ってるうつしくんのところまで行きましたね。うつしくん、乗れないんだけどって言って、そしたらライゴくん、ちゃんとついてきてくれて。そしたらね、ここでね、うつしくんが、あれ、あれ、お供に乗ってないみたいだけど、みたいな。ことを言うもんで、いやだから乗れないんすけどって言ったら、ちなみにもう一回言っとくと A を長押しして乗るんだよみたいに教えてくれて、それでやった、長押しですかっていう風にしてやっと乗れましたっていう経緯があるんですよ。もう本当にね、あれは参りましたね。体験版でこんななんかめっちゃ初歩の初歩でつまずいて、これは無理ちゃうかと、私このゲームめっちゃ無理じゃないって思ってショックを受けました。でまあ乗れたらね、もうほんとめっちゃ快適でヤッホーって感じなんですけど、そうそう、順調じゃないんだよな、うん、まあ今は順調だけどね。そう、ワールドにもね、ありましたよね。なんか、スカンクみたいに乗れたりとかしましたよね。お供には乗れなかったけど。うん、これ乗れんの最高ですよね。はいはい。ここら辺はまあ、歴代のやつ、あんまり変わってない。これ、人玉取りとかそういうのがちょっと新しいですよね。うん。あ、せっかく乗れたのに降りんのかいと。まあ、徒歩でね。昔はこれでしたかね、ずっと。はい。いづちの群れ。いづちって言うんだ。うん。お、早速、ようやく、モンスターをハントですね。はいはいはい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、なんか、今、8とか12とか、先行の方に当たりましたね、今ね。素晴らしい。あ、今、ライゴが。とどめを刺してくれました。あれ なんか思ってたのと違う感じですけど、まあいいか。あれなんかちゃんと当たんないなぁ。全然ダメですね。なんか武器出しがね、なんかいまいちいつもの感じじゃないんですよね。うん、ジンビ。おっぽですか、ジンビ。おっぽ、うん、準備全部準備、おっぽばかり、うんうん、あ、なんか蝶々みたいなのいますね、ひらひらしてる。防御力アップ、よろしく、よろしく。あー、いいね、乗れるの。やる気満々だね納得のいかないところ、うん、うん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 、あ、マップマイナス、長押し、短く押すと、今みたいなチャットかな？チャットメニュー。長押しかー、なんだよ。キャプチャーボタンじゃないのかよ。長押しかー。おお、たけき炎よ。うん。実り大きい。訓練でしたね。うんうん。本当に、基礎の基礎だもんね。ここら辺は。これができなかった日には本当にもうね、ショックでしたね。長押しかーって。長押しをこんななんか基本的な動作で要求されるってなんかなかったように思うんだけど。長押しをね、ちょっとポイントにやっていかないとね。うん。まあ、うつしくんのおかげで、なんとか、初歩の初歩は分かりましたよ。うん。うん。フィルターの切り替え。うん。なるほど、なるほど。連打してますね。
はい。うん。はい。あ、星1が。火炎。うん。はい。ほうほう。お使い。あ、なるほど。納品。依頼サイドクエスト。うん。納品依頼。うんうん。なるほど。うん。はい。うん。そう、これ、これまた私ですね。この時点ですごい勘違いしてまして、この、納品内容、一応、こんがり肉を納品したら、回復薬を、報酬であげますよってことなんですけど、私、回復薬を納品しろっていう依頼だとなんか、思い込んじゃって、まあこれ本当に私がただ単に全然ちゃんと見てないってだけなんですけど、回復薬を納品したらこんがり肉をもらえるっていう風になんかすごい勘違いしてます。うん、だからもう持ってる持ってる、回復薬持ってますよって思って、もう一回開いて納品しようとしてるんだよね。ブエブエって押してる。うん。だから持ってるって言って、わかんないおっさんだな。なんで受け取ってくんないんだろうな。なあ、カエン。ガウ。ねえ。カエンも、哀れんだ目でこちらを見ていたね。なんかね、全然、読めてないんですよね。読んでるつもりでね。こういう感じなんですよ。参っちゃうよね、本当にね。マルチプレイ。だからまあ、こんな状態なんで、まあ、ノラでね、マルチプレイしたいなと思ってるんですけど、この状態で言っても、まぁ、ちょっとご迷惑をおかけするだけだと思うんで、もうちょっと、里クエで操作に慣れてからね、行きたいと思います。うん。追加コンテンツ。なるほど。いっぱいありますね、なんかね。うん。あ、今、受け取ったのかな？うん、受け取ったっぽいですね。グレーアウトしてましたもんね。うん。ねえ、今もう、そりゃ大変よ、もう。リモート、リモートで。ねえ。そういうことなんだよね。はい。うん。加工屋。あ、これもね。めっちゃ大事なやつだね。防具強化、鎧玉。私はもうね、かなりいつもこれを優先してやってて、この鎧玉っていうのと、お金を払って防具を強化できるっていうことなんですけど、私はいつもかなり最優先でこれをやってます。うん。そう、またね、諦め悪くてね、回復薬持ってますよ、私って。ふげんさん、持ってますよって。うん。すっごい連打してましたね、今ね。ブイ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 って。わかんないおっさんだなって思ってるんだよね。わかってないのはお前だっていう話なんですけどね。うん。まあ、こんな調子です。本当に。はい。あ、日の江さんね。はい。はい。うん。星1のクエストが受けられます。はいはい。うん。天気ですね。うん。うん。はい。緊急クエスト。なるほど。黄色の吹き出し。はい。あ、訓練クエスト。あ、さっきね、受けたやつこれだったんですね。あと、僧侶と捕獲は、これはまあ動画外でやっておこうかなと思います。フリーサイドクエスト。うん。あ、これはワールドであったバウンティーみたいなことですかね。これもね、しっかりやっていきたいと思います。この鎧玉とかね、もらえるっていうことなんで、めっちゃ欲しいんで。うん、防具を強化するのに必要なのでね。このポイントも多分、集めておいた方がいいと思うんで、積極的に5個ね、受けれるだけ受けときましょう。
探索ツアーも、動画外でやっておこうかなと思います。うん、はい。で、まあ、動画の中でやっていくのはこちらの星1の里クエストからね、4つしかないですね。なるほど、4つか。うん、でもあっちゅう間に終わるね、きっとね。私はのんびり派ですね。のんびり派なのでかなり遅い歩みになると思いますが、あ、マップね。マップ便利じゃん、便利じゃない。今の場所だね。ちょっと微妙に位置がずれただけっていう。黄色の吹き出しを出してる人がいるみたいなんで、笠谷のひなみ、笠谷さん、行くよ行くよ、ふわくん、みそに行くよ。黄色の、あの人だ、先輩ハンターだ、大かけり虫。大かけり虫。はい。これね、なんか修練所にもこれいて、で触ったらなんかビューンってなんで飛ぶんだろうと思いながら、なんか 3,4 回これで飛びましたけど。なるほど、これがフィールドにいると。大かけり虫っていうんだ。でもまあもらえるもんはもらっときましょう。おにぎりや、はい。こみつちゃん、ちげし、はい。頑張れし。頑張れしはちょっとね違うと思うけど。かじかちゃん、いいね、この二人いいね。他にまだ黄色の吹き出しが出てるんで、ここは、あ、加工屋、あ、ここの人も加工屋なんだ。鎧玉の話でしたね。ここも加工屋がいるんですね。なるほどなるほど。あ、集会所の方。今度赤い吹き出し。この人ね、双子の子ね。ここが集会所です。はい。星4からが上位です。私はあっちゅう間には多分行かないと思うんで、かなり遅いと思います。クエストボード、風鈴がかかってるところ。2階に準備エリア。ごきげんよう。はい。あ、こちらにも探索ツアーがあって、2つ行けるんだね、集会所の方だと。探索ツアー私結構好きでよく行くんで、これもまあ行っときたいと思います。あ、集会所はねさすがにたくさんありますね、クエストが。これはノラでマルチで行きたいと思います。2階。何かうつしくんが何か訴えている。よく来た、ね、はい。闘技場はここなんだ。闘技場担当なんだね。私闘技場はあんまりやらないんですけどね。っていうかやらないっていうかできないね、あんまりほら武器いろいろ使えないからさ。で自宅に戻ってきました。なるほど、 BGM も設定できる。この狭い感じがいいよね。あんまり広いとさ、なんかどこ行っていいか分かんないからね。狭いと安心するよね。お供道場もできます。この狭さがいいね。五石、はい、五石。五石もあったね。重ね木、重ね木も前からあるシステムですね。私でもね、あんまりやり込んでないんで、どのシリーズも。重ね着を揃えるとかそういうとこまでは全然
行けてないんで、あんまり使ったことのないシステムですけど、なんか1個持ってるんで着てみましょう。かっこいいね。浪人みたいだね。うん、なるほど。身だしなみね。うん、これちょっと後で変えときたいね。うん。あー、これがあれか。で、墓石をつけれます。墓石なんかもらったやつかな、これも。うん、こんな感じですね。カムラの装備で、親指ピアノで、はい、装備しました。そう、メイク直しは後ほど動画外でやっておきたいと思います。眉毛とね、肌と、肌のテカリが気になるからね。そう、依頼サイドクエスト、まだね、あのおっさんが回復薬を受け取ってくれないことに対して腑に落ちてない、ね、あー、モンスターリスト、あ、すごい、剥ぎ取り素材とかパーセントも書いてある。環境生物リスト、あ、めっちゃいるね。うんうん、あ、写真の設定、あ、写真を撮って設定しろってことか。なるほど。うん、すごいね、心得いっぱいあるね。かけり虫ね、これがまあ何せ大事でしょうね。うん、これちょっと全然まだ分かってないから、後ほどゆっくり読んでおきたいと思います。これ大事ですよね、このアクションね。壁走りね、読んでおきたいと思います。うん、んポーズ、あ、ポーズ、あ、おみそにちゃんがちょっと見切れてるけど、うん、ああ、なるほど、ああ、いろんなポーズある、おお、いいね、写真撮るときとか、うんうん、ポーズ、なるほどね。ああ、これね、アクションスライダー、これも使えるかな。ショートカットで精一杯かな。まあでもちょっとどんどん覚えていってね、できるようにならないとですね。はい、では、まあ、次は星1のクエストからやっていきたいと思います。ではまた。